やはりこの器は上物だ。マーガレット、すごい、まさに神の光。このお方がいれば人々はもう魔人の脅威に怯えずに暮らせるんだ。ヘンドリクセン、冷静になれ。これ以上あの二人を犠牲にするつもりか。なぜマーガレットが選ばれなければならないんだ。けなげではないか。この娘はお前を救うために自らを差し出したのだ。頼む、彼女を元に戻してくれ。マーガレット、聞こえているんだろ、答えてくれ。マーガレット、邪悪の四大天使が、貴様らも復活を果たしていたか。ディス・イレン、マーガレット様、ユドシエル様。マーガレット、危ない。静かに酒を飲ませてくれんかの。エリザベス、どこへ行った。くそ、今すぐ戻れエリザベス。これはあの女を始末できる絶好のチャンスじゃい。坊ちゃん、恨まんでくだされ。これも全部坊ちゃんのため。スプリットタワー、エリザベスを発見し殺せ。マリン、ここは？キャメロット、オートだ。啓信を解かれ我に帰った人々が混乱に陥っているのだろう。幸い今はまだ魔人どもは人々に手出しせぬよう命令を受けている。だが取引の失敗を受け、ゼルドリスが魔人どもを動かすのは時間の問題だ。急ぐぞ。皆さん止まって。豚野郎ども、ストップ。止まらないと食べちゃうぞ。お前が驚いてどうすんだ。ディアンヌ様、いいぞ。よし、この調子でジャンジャンリオネスに転送させるんだ。一目損なったか。じゃがこれで坊ちゃんのそばをうろつくこともあるまい。エリザベスちゃん、メリオダスにいつも以上に変なことされなかったか。ブタ君、今はそういう話をしてる場合じゃ。彼は今弟たちに海軍を集めさせようとしている。私はどうしてもそれを止めたいの。その事情なら我らもすでに承知しているけどさ、団長はエリザベスのために魔人王になろうとしてるんだよね。それでも止めなきゃダメ。もし彼が本当に魔人王になれば、
二度と私たちと会えなくなる。おそらくそうだろうな。でもだからってこのままじゃエリザベスは死んじゃうんだよ。ディアンヌ、私は何度でも転生するわ。そしたらきっとまた友達になってね。エリザベス、たとえこの命と引き換えようとも彼は絶対助ける。だからお願い、みんな私に力を貸して。国王陛下、一大事です。どうした、入れ。魔人族の襲撃か。いえ、それが魔人族に連れ去られたリオネスの聖騎士と民が戻ってきたのです。なんと、一体どうやって。目撃者によると、まるで魔術のように突然現れたとか。父ちゃんが帰ってきた。なんだ、心配かけたな。そうか、そうか、やってくれおったな、あやつら。ではやはりあの方たちが。うん、こうしてはおれんな。我がリオネスの英雄七つの大罪と王女エリザベスを出迎えるのだ。トントコトコトコトン。七つの大罪、そして我が娘よ、よくぞ人質を救い出してくれた。しかし姿の見えぬ団員がいるようだが、メリオダスはどうした。それは、ゴーセルは深手を追い治療中でな。団長殿とバンはそれぞれ所用で別行動だ。そうか。ん、エリザベス、その目は。父上、後でお話ししたいことがあるの。ああ。陛下、陛下。今度は何じゃ。ギルサンダー様が帰還されました。マーガレット王女様もご一緒です。なんと。陛下、この度はご迷惑をおかけしました。言うな、無事で何より。マーガレット、お前の後ろにいる者たちは新しい従者か。違います、父上。ん、マーガレット姉様ではありません。エリザベス、何を言う。正確には姉様の体を別の何者かが支配しているのです。これはこれはお久しぶりです、エリザベス様。母君のかけたリンネの呪いは未だ健在のようですね。やはりあなたたちなのね。本当にマーガレットではないのか。ならばお前たちは何者なのだ。女神族四大天使リュドシエル。同じくタルミエル。同じくサリエル。よりによってマーガレット王女様に乗り移るなんて。女神族だって、なんと神々しい。マーガレット、娘をどうする気だ。今すぐ戻してくれ。陛下、どうぞご安心を。リュドシエル様が宿っておられる限り、マーガレット様は確実に安全です。いや、しかし。何より再び始まる聖戦において四大天使様のお力が来るんだ。エンディ。どれ、まずい。ひどいじゃないか。いいから来い。何やってんだあいつら。聖戦、そう、それがあなたたちがここへやってきた理由ね。その通り。魔人族との激戦に備え、人間の王国と協定を結び、王国の有する聖騎士並びに七つの大罪の力を借りるためです。
話によると魔人族を相手に何度も王国と民を救ったとか。一番驚いたのはあのメリオダスが団長という事実。しかし奴の姿が見えぬようだが、やはり土壇場で裏切ったらしいな。彼は裏切ったわけではないわ。取り消しなさい。あなたは昔とお変わりになられていないのですね。いい加減甘い夢を見るのはおやめなさい。メリオダスが今ゼルドリス、エスタロスタを率いて何やら画策しているのが何よりの証拠。所詮黒き血脈と白き導き手は殺し合う定め。魔人族の勢力は強大ではあるが、スティグマと七つの大罪が組めば恐るるに足らず。これは決してあなたたちにも悪い話ではありますまい。私たちの目的はメリオダスを止めることよ。殺すことじゃない。でも確かにあなたの言う通り、私たちの力だけではメリオダスたちを抑えることは決して容易ではないわ。今のネーネーは団長も同然ならば、ネーネーの決断に我らも従おう。では決まりですね。最高神の名において、愛する者の名において、今ここに七つの大罪とスティグマの盟約を結ばん。マーガレット様に女神族が乗り移ったって話本当なの？ああ、どうすれば王女を元に戻せるのか皆目見当がつかん。それに加えてヘンリーまでおかしくなる始末だ。ドルイドにとって女神族は信仰対象そのものなんだからしょうがないさ。実際戦場で多くの聖騎士が女神族に救われたって話だよ。信用はしすぎるな。上位の女神族には他者を洗脳する技を有する者もいる。え？フラウドリンの情報だ。奴と私は記憶を共有していた。奴の女神族に殺された同胞たちへの思いは私たちと同じ。いや、魔神族に肩入れしているわけじゃ。俺はあんな信用のわけない四大天使と組むことには同意できない。俺の判断だけじゃねえ、聖騎士たちの意志だ。四大天使の力は本物だ。魔人族との絶望的な戦局を一瞬でひっくり返したんだぜ。それが奴らを信用できる理由になると思うのか。ったく、ちっと頭冷やせ。信じるも信じねえも、魔人族が人間と女神族の共通の敵である以上、少なくとも四大天使は敵じゃねえだろう。ただそんだけだ。だからといってマーガレット姫を女神族の入れ物にさせておく気も、魔神族だからってお前の英雄を撃つ気もねえよ。誰が何と言おうとな。ほら立てギル。ハウザー、今こそ真の聖戦が始まるのだ。しかし恐れるな。我ら聖騎士は今や四大天使様の率いるスティグマの一員。もうリュドシエル様、何かお言葉を。我らは聖戦の決着をつけるべく3000年の眠りから目覚めた。必ずや我ら四大天使がスティグマを勝利へ導く。一つお聞きしても。言ってみろ。
もう一人の四大天使様は今どこに？歓談の最中申し訳ないが、女神族の勇士に一言挨拶をしておきたくてね。私は聖騎士、蒼天の六連星、デスピアス。同じく、ワイイオ、アーデン、デルドレ。大半の聖騎士は、スティグマとやらと協力するらしいが、一部はその限りではないことを重々理解願いたい。デスピアス！あまりに無礼な物言い！謝るんだ！構わぬよ。しかし、デスピアス殿、それはつまり我らを信用できぬと。確かに、ここにいる多くの者が四大天使に救われたのは事実です。しかし我らの団長デンゼル様が女神族を権限させたことで悲惨な最後を遂げたことも事実。ネロバスタが宿った人間だな。確かこの器の血縁だったか。気の毒にな。それだけですか？あなたたち女神族には血も涙も。私たちはかつて数え切れぬほどの犠牲を払い、身を焼かれるような大切なものとの別れも味わってきた。その気持ちは女神族も人間も変わりはないはずだ。そう、我らは神などではない。君たちと同じ血と涙を流すものだ。それでも信用できぬというならそれで構わない。せめて何という心地よい光。これは力が体中から満ち溢れる。仲間ならずとも良き隣人として贈り物を贈ろう。魔人との戦いにあってそうはないはずだ。どうやら我々は女神族を誤解していたようです。失った大切なものの敵、共に討ちましょう。もはや魔人など恐るるに足らん。そうだそうだ。もう一人は存在しない。え、さっきのお前の質問への答えだよ。四人目の四大天使、名はマエル。奴は実戒に殺されたのだ。父上、覚えてる？幼かった私がこの木に登った時のこと。ああ、あの時は心底肝を冷やしたものだ。ベロニカならまだしも、まさかお前があんなおてんばとは思いもしなかった。だって、あんまり眺めが良さそうだったから。こうして髪を切ったお前を見ていると、昔に戻ったような気持ちになるな。あの時、木から落ちた父上を助けようとして初めて力が発現したの。でもそれから自分の右目が他の人と、うん、家族と違うことにショックを受けて髪で隠すようになったのよ。父上や姉様たちがそんなことで私を嫌いになるはずがないのに。きっと私はみんなと血がつながっていないことを認めたくなかったのね。わしにはまだ信じられん。違う、信じたくない。お前とメリオダスが神々に受けた呪いのことも、お前に残された時間のことも、ただ愛する者のために生きようとするお前たちに、なぜ運命はこうまで無慈悲な仕打ちをするのか。その運命にマーガレット姉様まで巻き込むことはできない。姉様は必ず父上の元に戻します。ああ、そしてお前も一緒に戻っておいで。
私たちは親子なのだから。親不孝な娘でごめんなさい、エリザベス。あと2日だけ、どうか父上の娘でいさせてください。